どうもグランスの小石と大将ケンタロウです。はい、ということで、僕たちねペアなんですけれども、はい、ね、第1問、第2問、第3問と、まあ、先に2点先取したら勝ちでございます。なるほど。はい、で、今日はね出題者こちらの方に来ていただいております。ご紹介どうぞ。ダイヤモンドジョーズ。誰がダイヤモンドジョーズだ。はい、ということでジョーズさんよろしくお願いします。していきます。ちなみに回答は3回までです。あの前編をねやってるので、よかったらまだ見てない方は前編あの概要欄に貼ってますので見ていただけたらと思います。やりが、じゃあまあまあまあ、それは実在しますか。その人は映画に出てくる人ですか。それは漫画やアニメのキャラクターですか。いや、漫画アニメ。新世紀エヴァンゲリオン。うわ、質問してから叩いたら。そうなんや、普通は。じゃあその人物は主人公ですか。作品とかではなくて人物ですか。これはエヴァンゲリオンっていうものとエヴァ初号機は違うから何にもある。人間ではなくて人物ですか。今、はい、少年ジャンプ。それは男性ですか。マガジンですか。それは実写映画化されてますか。サンデー。はぁ、あ、そういう系じゃないんだよ。第一ヒント紹介。第一ヒント、世界的にも有名。あスパイダーマン。いや、それはね、それはディズニーの作品ですか。俺も知ってるっていうか、よく知ってる人物っていうか、原作は日本ですか。スポーツ系ですか。その作品は今も続いてますか。敵キャラ。なんで敵キャラ。あ、じゃあその男のその人物は10代ですか。ジブリですか。あ、じゃあそれはその戦闘本ですか。週刊誌で連載されてますか。そういう系じゃないんですか。人間ですか。待って、あ、わかった。質問していい。あ、でも敵やろ。あ、紫色ですか。バイキンマン。さあ、行くぞ。それは、人間ですか。じゃあそれは、女性ですか。それは実在しますか。おー、なんか作品とかに出る人ですか。漫画がありますか。アニメ、映画、主人公ですか。これしゅんちゃん考えてるよ。しゅんちゃんそれの好きやわ。そうやな。それは今、連載まだ続いてますか。作品は実写化されてますか。はあ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 。日本産、日本で作られたの。はい。じゃあその男の年齢は20歳以上。それは、ジャンルは、コメディですか。スポーツ、バトル。まったか。ジャンプ。おお、サスケ。敵キャラですか。
はい、そのサブキャスの主人公ではないけど人気ですか？漫画の関数は30巻以上ですか？先生役ですか？あー、くそ。主人公のライバル的存在ですか？リーダー的な存在ですか？あれ伝わってますか？そのカラーで言うたら黄色。あれ違うのか。強いですか？弱い。そのキャラは雷いきます？雷やる？わえー、違うんか。ナルトですか？なんか被り物してます？もう絶対そうやと思ったのに。氷使います？特殊能力。はい。ええマジで弱いやん。シャーマンキングですか？最近その連載が終わっているものですか？え？マジで？ドラゴンボールですか？ベジータ？え？ピッコロ？はいはい。クリーン。やぶねー、ありがとうございました。ということで、私の勝利でございます。ありがとうございます。全然おもんない。レッツゴー。どうもフランスのシロンタロウです。はい、ショーです。ケタロです。アーキレータークイズ最終決戦でございます。はい、僕パーダスのもらったっすよ。パーダスもらったの。いやじゃあ一人のツッ。あー、違う、なんかそのパーはあのなんか僕のグーの方ですか？うん、やすみ。いや違う、ほら見て、やすみ。あ、違う、なんか違う。しっくり来ない。はい、じゃあ質問いきます。アニメですか？はいはいはい、やっぱりタイトルはカタカナですか？そうですよね。ほら、男ですか？なんか悪魔の実とか食べてますか？はい。主人公ですか？ええ主人公ではない。実写版、あの実写が可能ですか？おお。系が得意ですか？おお、まあ、得意かな。ジャンプですか？はい。ジャンプじゃない。あ、スポーツ漫画ですか？あー、うん、漫画じゃん。え？え？はいはいはい。あ、主人、その人の年齢は20歳以上ですか？おお。違うね。10代。その人は高校生。その人は、その人は探偵ですか？ああ、いや、分かった。いや、僕は分かった。じゃあ、モノマネしてよ。ランディちゃん。あー、で、答えは名探偵コナン工藤新一。うざー。絶対そうやろ。俺も行かれたと思ったもん。よかったな、コナンさっき言われて。高校生か。よかったな。そういうことか。あぶねー。しゃー。もう一回。いや、でもいいペースやったね。いいね、はい、続く。それは人じゃないですか？
その人は何人、なんかその複数人ですか。ハッティングなタグ取りをしてグループ名の可能性もあるんで。ああ、高身長ですか。あ、高じゃない。三角。その人はグランドですか。待って、その人のことをグランツメンバーの中で好きな人いますか。オグリシャン。全然違う、全然違う。その人は役者さんですか。え、役者さん、ダメ。まあ、シンプルに誰でも知ってますか。その人は、韓国人ですか。ブラックメンバー、誰か喋るの。そもそも声を発する人ですか。まあまあまあ。あ、声を発する。大阪に住んでる。その人はいっぱいありますか。サイコパスの質問だということ。一個だけです。このように自分で少し存在しますか。うん。名前に漢字は入ってますか。入ってない。言葉。あ、じゃあ。ひらがなですか。英語。結構ですか。マイケルスコフィールド。なんでな。このように実在してるやん。出るわ。このように実在してるやん。マイケルスコフィールド。マイケルスコフィールド自体はフィクションかもしれない。そうや。いい線か。そういうことですよね。ほら。そういうこと。その人、映画の中の人物ですか。映画ちゃん。ああ、なるほど。はい。ほら。見て。本にもなる人ですか。本。え、俺ら名前知ってる。その人最近映画化されてないですね。されてません。この人かもしれない。その人は羽生えてますか。シンゴ。正解。すげえ。よっしゃ、すげえ。もう終わった。いや、今ポンと言ってたわ。ということは4人目の罰ゲームが勝利決定しました。イエーイ。 TikTok 上がりますよ、皆さん楽しみです。いやちょっとね、面白い。いや、まあまあ、アキネーターもいいっすよ。僕もいいっすよ。なんかそっちの人間じゃないっす。僕はジャンケンの人間なんですよ。なんか聞き覚えあるな。僕は持ってから、もう一回じゃんけんやってた。多分もうこのアキネーターもいいっすわ。アキネーターはおかしいな。まあそれはそれでいいっす。僕はもうそっちが本業じゃない。僕は本業じゃんけんなんで、これからもずっと関わっていくであろうじゃんけん。これが大事。さあ、一緒にグッズじゃんけんぽい。前言ったら50。俺のバーはお主の重機が勝てるんだ。いやいや、見て見ると切りやすい。この5本は絶対やな。何も見切れてなかった。いやいや、ほら見て切れてない切れてない切れてない切れてる切れてないってことだよ。もう挟んでるジャンケンってハサミとさ神やで、うん、でも切れなかったらハサミの化けやで。いやいや、ハサミと神やで。よ、自分でほらボケ取った、ボケ取った、ほらハサミと神。これ実物のものを用意してください。切れますよ。これと僕の神、これにゲンダーの神で。いや、僕じゃあキルガハサミ持ってください。どうすることに言うのか。いいっすよ、いいっすよ。でも、
よ。通常の一般の紙と一般のハサミです。一般の紙と一般のハサミの話をしてるんだよ。俺は俺の中にある神の話をしてる。いや、じゃあ僕もそういう生きれるはずで持ってきましょう。